よし、よし、こう。てかもう終わろう。本日も終わろう。ちょっと待てよ。なんで炭酸水が閉めなかったな。そうなんだよ、待って。ちょっと待てよ。嘘やん、もう。炭酸水なんで冷やしてないの。嘘やん、もう。炭酸水冷やしてませんった。バカやってる、ほんと。ちょっと待てよ。炭酸水冷やしてないやん。なーにー、うまいか。はい、というわけでね、どうもパティモス協会でございます。炭酸水を冷やしていなくて、キンキンのハイボールが飲めなくて、ちょっと悲しい僕ですけども、ぬるい炭酸水入れてでも飲もうかなと思っておる、こんな火曜日のただいま2時前です。飲もう。だけど本日はね、スーパーで買ってまいりました。はい、今日はペーターさんお仕事ですので、いつも火曜日お休みなんですけど、昨日お休みで今日はお仕事されるそうですのでね、私は一人、はい、まったりとしております。朝からね、接骨院行ったりとかウォーキングしたりしてますけどね。という本日はスーパーの天丼と明星庵っていう、なんか明星が出してた安物シリーズ、140円ぐらいかな、これ。あれよりは高かった。ごつ盛りとかよりは。ごつ盛りとかより若干高かったけど、ボンベイとかそんなんよりは、赤いキツネよりは安かった。バモンで買ってまいった。このやつね、見えます？あ、見えてますよね、そんなんね。さすがに。うん。これ。んで、これ、だし香る七味が入ってます。弓香るはお風呂に入ってます。食べましょう。よし、こっちも唐辛子買っておこうかな。よし、これでいいか。さあ、今日はこんなのどうしようかな。どうかな、いや、もう絵はめんどくさいし。これで、これ食べてから考える。ってわけで、今日の飯は、これでーす。ありがとうございます。スマホで撮ってるんでね。いまいちちょっとなんかね、決まんねえんだよな、まだ。あ、まあ、いいか、これぐらいで。もうちょっとなんかね、インカメなんで、あんまアングルが良くないな。まあ、いいわ。とりあえず、乾杯。今日は終わりです。今日はでも用事はまた夜に水槽を引き取りに来られる方だけなんで、車で出るような用事も全部終わらせたんでね。食べます。マンモス。来週で片付け終わらしたいな、完全なる。来週で電気切りたいから、前の日のね。ああ、マルちゃんとも違う。そして、どん兵衛とも違う。まあ、カツオ風味の出汁ですけど、ややあっさりですね。うん。麺はどうでしょう。うん。感じから言うと、どん兵衛とは全然違う。かといって、まるちゃんとも全然違うんやけど、まるちゃんの麺を太くした感じ。もっと言うなら、しっかりインスタント。うん。ちゃんとインスタントしてますね、この麺は。素晴らしい。ちょっと減塩なんかな、これ。うん。キャロリー何倍やったん、これ。何キャロリー、動画で見えませんけど、474キロキャロリー、大盛りですけどね。ただ、大盛りで、ね、まあ、ごつ盛りはよりは少ないけど、高いけどね。でも、20円だけ高いくらいだったら、これまあ、ありかな。うん。まあ買いです。こちらは500円ぐらいしましたね。450円ぐらいかな、天丼、スーパーの。うん、うまい、うまい。
昨日はね、ゴジラマイナス1点、マイナス1。ゴジラマイナス1、マイナス1点けど、なんて呼ぶかわかりませんけど、それを見てまいりました。面白かったですよ、うん、帰ってきても影響を受けまくってね、ゴジラ対キングコング見てね、ゴジラ対コングか、アメリカのやつ、うん、小栗旬の扱いが雑すぎてかわいそうでした、うん、白目向いてただけでした、小栗旬は。まあ、ゴジラ対ゴジラバーカツコングの見せ場は小栗旬の白目です。俺やったらあれでハリウッド映画出たって言いたくないわ、かわいそう、うん、ハリウッドはねとかファンタジーになりすぎたな。映像はね、今回のゴジラマイナス 1.0 よりもすごい、前の映画の場合には今後ね、羽の影が違うからほら、うん、ただね、違うんだよ違うんだよって思った。特撮感がないとダメなんだよ、やっぱりな。それはいい意味ね、まだね、あのゴジラマイナス 1.0 に残ってました。でもゴジラ大コングを見てね、私はあんまもうちょっと好みではなかったんですけども、じゃあ一番最初のゴジラ50何年のやつやったっけ、60年やったっけ、50何年のやつ忘れましたけど、それ一番初めのゴジラ見ました。これはこれでね、ぬいぐるみ、うん、まあすごい素晴らしいね。でもあの時の技術、これどうやって合成してんやろと思うようなのもありましたから、うん、なんかね、いろいろとゴジラマイナス 1.0 を見たことによってね、今日朝からゴジラの逆襲を見てました。第2作目ゴジラの飛ばし見ですけどね、やっぱね、その真剣には見られないわ、あのあれでは、なかなか俺はね。でも一応通過しようと、通過切れやと思って、最初のゴジラと2番目のゴジラ、この後ゴジラ対キングコング、昔のね、うん、それでも見ようかなと、うん、でもゴジラで一番やっぱ興行収益というか動員数が多かったのは一番最初のゴジラだしね、やっぱ娯楽というものは少なかった時代だから分からんけど、みんなが映画を見に行ったかな、うん、ね、うん、なんかね、どういうのだよゴジラはね、昭和のゴジラのイメージがあるんで、結構子供向けだったイメージがあるんですよ。金曜ロードショーとかそんなにやっとってみて、うん、一通り見たはずなんですけど、あ、ゴジラファンってうちのリスナーさん結構多いんですよ。まあ特撮好きの人ね、ちょこちょこいらっしゃるんですけど、ゴジラでおすすめの絵を教えてください。日本ゴジラや、ジャパニーズゴジラ、うん、どれがいいんやろ、やっぱり昭和ゴジラなのかな、あの平成ゴジラか、どうなんでしょうね、うん、まあそうこうしてるうちに食べ終わりましたんで、私はもうこの後どうしよう
モンハンナーも昨日ぐらいからやったから、ディアブロス亜種が稀に出現するらしいんです、砂漠に。でも前のリオレイヤー亜種の時は、もう週末に増殖キャンペーン中の時にアホほど出たから、もう今から必死に探して絡んでもええかなとちょっと思ってる自分もいるんですよ。前に2台だったんで、休みの日費やしていろいろ回ったけど、2、3匹しか狩れへんと。かと思いきや、もう休みの日、休みの増殖キャンペーンでも何十匹と狩れるというね、ふざけたイベントですんで。どうせ、ちゃんとできひんけどな、仕事があるから。でも、月の週末に合わせるっていうのもありかなと。思ったりなんかしちゃったりしちゃったりして、しちゃったります。はい。というわけで、元教会協会本日は、明星の安い、大盛りうどん。あっさりして美味しいです。うん。まあ、でも、ごつ盛りもうどんだしてたっけ？うん。でも、どん兵衛とかね、の大盛りとか、赤いキツネとか緑のタヌキの大盛りとか、こんな値段で買えませんからね、140円くらいでは。それも考えたら、やっぱり、いいんじゃないかな、って思いました。あと、天丼美味しかったです。というわけで、皆様、本日、火曜日、ご苦労様でございます。いい天気ですね。はい。私はこの後、ダラダラしたいと思います。というわけで、ごちそうさまでした。ゴジラマイナス 1.0。私は、ペーターさんも言ってたな。もう一回見たいなって言ってた。いかないと思うけどね。でもまあ DVD とかブルーレイ出たら買ってもいいかなっていうぐらいね。うん、私はね、面白かったです。はい。というわけで、パテモス協会でございました。ほんなまた。また今日夜ライブするかもしれません。ほなね。